はい、おはようございます。やってまいりました今日のワンコンテンツ。本日のゲームはこちら、時の旅人でいいのかな、時空の旅人と書いてますけど、多分時の旅人だと思います。立ちつってとのとこにあったので、はい。というわけでケムコですね。1986年12月26日、結構古めのゲームですね。そんな感じで、確かこれもアドベンチャーだったような気がしますよと。はい、こんなパッケージですよね。これも映画が原作って聞きましたけどね。あ、なんかそれっぽい、あのロゴが入ってるっぽい。あ、違う、角川書店で書いてあるな。へえ。なんですって。Amazon で有料で、なんかレンタルで見れた気がするけど、確かこれ。まあ見てはいないんですけど。はい、というわけでやっていきましょう。なんか、あれでしょ、タイムスリップで、わちゃわちゃするアドベンチャーでしょっていう噂だけは聞いたことありますけど、中身は知りません。よし。というわけで、ゲームオーバーがあるのでしょうか、ないのでしょうか。ゲームオーバーにたどり着くことができるのでしょう。なんか変な言い方したな。まあどうなることやらやってみましょう。よし。お、タイムストレンジャーって書いてある。ストレンジャー。プレス、なんて？あ、プレゼンテッドバイケモン。トシとクタジマ。タイムパトロール。クタジマトシとだ。私は戦闘ウド人に妨害されたが、この装置できるってさあ、君の力を貸してくれ。この人に、と一緒に歴史を作ろうぜっていう物語。コンスタイブルオフィシャルインターセプター。インターセプター。ん？どういうことだ？角川書店。これ映画の前に、その前になる元の原作があるってことが多分。まあ小説なりなんなりか。COY。まあやってみればわかんなな。よし、やってみよう。あ、クタジマトシとは、セドウド人との戦いで傷ついた体を休めるために身を隠した。しかし、歴史を変えるという夢は捨てきれず、少年たちを現代へ返すと、再び歴史を変えるため、本能寺を目指した。本能寺？ナムアミダブツって書いてあるよ。信長がいます。本能寺はすでに光秀の兵により取り囲まれております。はあ。変わった着物だな。お前は西洋人か？余裕あるね。信長余裕あるね。あ、はい、家がある。西洋人ではないんじゃない？いいえ。突然現れたが、ひょっとして神様か？いいえ。謙虚な神では私の願いを聞いてくれないか？いいよ。雨雨降れ降れ母さんがピチピチチャプチャプランランラン。何言ってんだこいつら。ふざけてんのかお前ら。しかし願いを聞くことはできない。あなたは正体がバレてしまいました。何？神経のズブドリは月にいた。私と天下を取らないか？もうこれ絶対絶命なんでしょ？本能寺でしょ？よし、作戦を立てよう。ところで、外が騒がしいよとか見てくれるか？え？だから、もう、あれでしょ？ランでしょ？いいよ、じゃあ、はい。光秀の兵が襲ってきました。かなりの人数です。信長は勝てそうにないと判断したようです。切腹しようとしてます。止めますか？はい、ちょっとやめなさい。死ぬのは怖い。お金はいくらでも出す。助けてくれないか？いや、往生際が悪い、信長。助けよう。信長は何事もなかったように城へ帰っていきました。威厳がない。何？あ！クタジマトシとはお金に興味を持った。お金が支配する歴史。金遣いが荒く自分のお金を使い果たしてしまった信長が困っています。何ですって？金で本能寺を再建したのが悪いと思うか？悪いと思います。お金がなくなったのはまた戦争して儲ければいい。そう思うだろう？いいえ。お金もないのに強引に戦争した信長は大敗を喫し、惨めな最後を遂げました。泉で戻された本能寺へ。はあ。え、やり直し？これ今ならゲームオーバーと見なさないのね。よくわかんない。全部嘘つこう。西洋人か。はい、西洋人です。私にその服をくれないですか？いいよ。はい、どうぞ。そうかそう。そういえば、騒がしいよ。見てくれるか。嫌なこったバーカ。天下を振らないか。嫌なこったバーカ。どうだ、手を組まない。嫌なこったバーカ。あ、ふざけすぎた。これはさすがにゲームオーバーあんのね。さっき選択肢間違いで、あのループタイムループしたからないと思ったらあんのね。よし、じゃあお疲れ様でした。さよなら。